ったらそのスライダーだったりフォークだったりがね、あのコントロールミスさえなければいいと思いますけどね。ストレート右打ちはセカンドよく取った井口。いや今日は守備のファインプレー連発。キムテギュンセカンド井口、さらにはセンター荻野もそうです。いや井口ここ抜けようかというところ、守りも集中しています。ナイスプレーですね。ツーアウトに変わりました。さああと1人でマリンズ連勝。